はい、どうも、めいチャンネルです。本日私はですね、ニアミーというね、シャトルバスというかですね、相乗りのね、タクシーみたいなのを利用してですね、今、羽田空港の第3ターミナル、国際線のね、第3ターミナルの方にやってまいりました。で、荷物に関しましてはですね、今、しがた、アメックスのね、利用してですね、JAL の方で送ってますので、そちらをピックアップしてですね、チェックイン手続きをね、行っていきたいなというふうに思いますけど、結構ね、エアアジアとかね、混んでますね。ということで、これからね、JAL パックの方に向かっていきたいなと思います。はい。結局ね、2階の方にやってきましたけど、10時以降はね、2階みたいなので、ABC カウンターをね、探していきたいなと思います。はい。アメックスのね、スーツケース無料送迎を送ったんですけど、なんとね、今24時間やってなくてですね、4時からね、開始という感じなんですけど、海外エアのね、出発便が5時なので、締め切りがね、45分前なので、荷物をね、ピックアップして15分でね、チェックイン手続きをね、しないといけないという感じですね。なので、結構ね、ゆとりを持って、スーツケースを送ったつもりだったんですけど、逆にあだとなってね、バタバタする感じになっちゃいましたね。とりあえず、腹ごしらえして、チェックインカウンター向かっていきたいなと思います。とりあえずね、ポーたま食べて、向かっていきたいと思います。レイ君も朝から元気です。レイ君、休校切れたね。おいしい？はい、無事にね、荷物をピックアップして、これからですね、チェックインカウンターの方にね、向かっていきたいと思います。まだね、10分ぐらいありますんで、ギリギリっていう感じですね。朝早いということもあって、まだね、非常に空いてます。で、この H のね、タイガーエアのね、こちらのカウンターでチェックイン手続きを行っていきます。はい、とりあえずね、チェックインが完了しましたんで、これからね、出国手続き向かっていきたいと思います。はい、というわけでね、無事に出国手続きが完了いたしまして、今ね、搭乗口106番の方にね、向かっていきたいと思いますけど、レイ君のね、身体検査がめちゃめちゃ可愛かったですね。ということで、搭乗口向かっていきます。まだね、4時半前ということもあって、人がね、まだまだ少ないですね。プライオリティパスで入れるね、ANA ラウンジについても、初便のね、5時から入れる感じなので、ラウンジがね、使えないので、結構ね、タイガーエア、LCC 使うのはありかなという感じですね。はい、搭乗口の方に到着しまして、今ね、搭乗待ちっていう感じですけど、搭乗開始はね、15分ぐらい遅れて、4時半開始みたいな感じですね。はい、ということでね、無事に、今ね、搭乗口から、入場もね、できまして、これから飛行機で、ね、乗り込んでいきたいと思います。はい。やっぱりね、ちょっと涼しいですね、今ね。初めて、ね、乗る飛行機が楽しみですね。はい。空でね、かわいいですね。はい、レイ君、こっち。はい。座についてはですね、こんな感じなので、思ってたよりは狭くないかなっていう感じですね。なんか全然大丈夫です。はい。かわいいですね。はい。ということでですね、これから4時間弱ですね、飛行機に乗って、台北の方にね、向かっていきたいと思います。やっぱりね、このタイガーエアのね、虎がかわいいですね。レイ君のね、ライオンちゃんとね、マッチしてる感じでいい感じでした。レイ君も今日はね、虎じゃないんですけど、ライオンちゃんね、着てます。はい、これもね、離陸というところですけど、本日の機材はね、エアバス 320neo でございます。ほぼね、満席という感じですね。すごいですね。
はい、とりあえず今着陸しまして、これからね、イミグレの方に、ね、向かっていきたいなというふうに。入国審査ね、どれくらい混んでるんでしょうか。はい、とりあえずね、こちらの PCR 検査、抗原検査のキットね、いただきました。さあね、入国審査、向かっていきたいと思います。はい、入国審査はね、そんなには混んでない、まあ、ちょっとね、混んでるかなっていう感じでしょうかね。30分ぐらいかかりそうな、人数でしょうか。まあ、レイ君はね、めちゃめちゃ元気です。ということで、ね、台湾ということで、オブジェがね、置いてございます。はい、無事にですね、入国審査も終わりまして、大体ね、3、40分ぐらいかかりそうな感じだったんですけど、レイ君ね、連れてたので、すごいね、ショートカットさせていただいて、まあ、それでもね、25分ぐらいっていう感じでしょうかね。で、今ね、無事に、空港のね、外の方に出てきまして、今、両替をね、しようかなと思ってるんですけど、まだね、朝早いということもあって、まだね、やってない。意外とね、空港内、セキュリティエリア内に1箇所あったんですけどね、そこはね、大行列だったんで、今、外出てきたんですけど、もうなんか14時ぐらいからしかやってないみたいな感じだったんで、まあ、キャッシングっていう手もあるんですけど、まあ、ちょっとね、散策していこうかなというふうに思います。はい。まあ、空港ね、こんな感じでございますけど、意外と人は少ないですかね。今、こちらの時間で言うと、まあ、大体、9時ぐらいっていう感じでしょうかね。はい。無事にね、両替も済みましたので、これからね、MRT の方にね、電車の方に乗っていきたいなというふうに思います。はい。ということでね、切符買っていきたいなと思います。でかい。はい、切符もね買えたので電車乗っていきたいと思います。レイ君電車になるよ。はい、レイ君こっち来て、ここ来て、まっすぐ、はい、まっすぐ、はい、来ました。はい、乗っていきましょう。はい、電車の中ね、充電ができるみたいですね。はい、いい感じです。置くだけでね、充電ができます。はい、ということでね、こんな感じで、台北久しぶりにやってきましたけど、めちゃめちゃね、いい感じです。楽しんでいきたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらでね、以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残していただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。